こんにちは、月見つぽです。よろしくお願いします。今回は夏の一週間コーディネートをご紹介していきたいんですけど、その中でも夏の定番シンプルな白 T を使って一週間分コーディネートをご紹介していきたいと思います。今回今まで動画でもご紹介してきたこちらのアイテムを使って、白 T といってもいろいろシルエットの違いとか素材違いがあるんで、それぞれ別の T シャツで一週間分シューズとか帽子も合わせてご紹介していきたいと思います。僕は身長178センチの70キロに T シャツはナイキラボの L サイズを着用してます。ワンポイントスウッシュの T シャツなんですけど、ボトムスはプラス J のスウェットパンツです。もうシンプルにスポーツミックスコーデという感じで、ワンポイントロゴが入ることによってスポーティーなミックスにしてみました。素材も光沢があって割とツルンとしてます。でボトムスもスウェットでスポーティーに合わせたんですけど、あんまりカジュアルになりすぎないようにプラス J の高級感のある滑らかなスウェットパンツで合わせてみました。そしてスニーカーもちょっとハイテク系のスポーティーなエアマックスで合わせてみました。続いて2日目 GU のワイドフィット T シャツと合わせてみました。ボトムスはユニクロ U のワイドデニムパンツです。シューズはバンズのオーセンティックと合わせてみました。白 T とブリーチがかったデニムで、ちょっと西海岸風じゃないですけど海があるところに遊びに行く感じでコーディネートしてみました。キャップはロンハーマンのオリジナルのキャップで、ちょっとヴィンテージがかった色はネイビーです。あとこの T シャツはかなりワイドなんですけど、丈が短いのでこういうワイドなデニムパンツともシルエットの相性がバッチリです。続いて3日目なんですけど、ユニクロ U の定番 T シャツと合わせてみました。サイズは L サイズです。ボトムスもユニクロ U のワイドデニムパンツです。スニーカーはニューバランスのスニーカーと合わせてみました。キャップはニューエラの920です。もう今世の中で一番売れてる白 T シャツだと思うんですけど、ベーシックなユニクロ U の T シャツを L サイズで体型に合ったサイズで着てみました。これもボトムスデニムと合わせたコーディネートなんですけど、インディゴの濃いめのデニムと合わせてみました。こっちはどっちかというと僕の勝手な解釈なんですけど、ちょっとニューヨークっぽいスタイルというか、キャップもヤンキースのキャップにして王道の白 T に濃いめのデニムと合わせてみました。続いて4日目、ザラのオーバーサイズ T シャツとザラのプリーツパンツと合わせてみました。シューズはビルケンのホノルルです。この T シャツは光沢があって少しハイネック気味になってるんですけど、オーバーサイズなんですけどちょっと綺麗めな雰囲気で、ボトムスもプリーツ素材のパンツになってて割と綺麗めなんですけど、リラックスしたシルエットになってて、足元は外してサンダルを持ってきました。トップスもボトムスも割とこう滑らかな上品な素材で、白 T なんですけど綺麗めなコーディネートで持ってきました。まあシューズがサンダルですけど、これを綺麗めなシューズ持ってくるとちょっとカチッとした夏のお出かけにも使えると思います。続いて5日目、 GU のルーズフィット T と合わせてみました。ボトムスはノースフェイスのバーサタイルです。シューズはバンズのエラと合わせてみました。キャップもノースフェイスのキャップです。まあこれはもうアウトドアコーデという感じで、まあキャンプとか川遊びとかバーベキューとか真夏のコーディネートで合わせてみました。まあトップスかなり大きいルーズフィット、丈も長くて身幅も大きい T シャツなんで、ボトムスをかなりコンパクトな短めのショートパンツと合わせてみました。これにゴツめのスニーカー持ってきてもいいんですけど、ちょっと落ち着かせてナチュラルなローテクのバンズのスニーカーと合わせてみました。続いて6日目、 GU のクルーネックティーと合わせてみました。ボトムスはワイパーさんのミリタリーパンツです。ちょっと武骨な素材の GU の定番 T シャツにかなり極太なスウェーデン軍のミリタリーパンツと合わせてみました。スニーカーはレザーのオールスターです。キャップはアンダーカバーです。もうこれは主役のこのパンツを目立たせる感じで、シンプルな白 T でヘビーウェイトな武骨な T シャツと武骨なカーゴパンツと合わせてみました。白 T かなりシンプルなので、こういうデザインが結構入ったミリタリーパンツとか合わせると色々白 T のコーデの幅も広がると思います。続いて7日目、 GU のドライポンチビッグ T と合わせてました。ボトムスは GU と三原康弘のコラボパンツです。スニーカーはナイキと境のペーパーワッフルです。キャップはニューエラとフラグメントデザインのコラボキャップになってます。なんかデザイナーズコラボばっかりになったんですけど、ちょっとモード風というか少し綺麗めなストリートっぽいコーディネートにしてみました。トップス滑らかな光沢のある T シャツで、ボトムスもさらっとした三原康弘コラボのシルエットがめちゃくちゃかっこいいパンツです。シルエット的にはトップスもボトムスも程よくゆとりがあって、シンプルなリラックスした感じなんですけど、スニーカーでちょっと外してみました。あとここに僕勘違いしてたんですけど、一コーディネート多く組んでしまっててもう着ないんですけど、一応ユニクロ U の定番 T シャツの着なりのタイプとGU の淡いベージュのショートパンツで、淡いアースカラーのワントンカラーで一応用意してました。ということで白 T コーディネートよかったら参考にしてみてください。ということでこのチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズ YouTube やインスタでご紹介してますので、よかったらフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。